廃止とか、あるいは共謀罪や特定秘密保護法を見直そうとか、これは確実に公約に入る。去年枝野さんという議論しましたが入ります。加えて私ぜひやりたいのは、森友かけ桜含めて候補者全部暴き出して開示したいんですよね。あの廃棄してるとかないとか嘘ですから。あと役所でずっと勤務してたので絶対に嘘ですから。不都合な公文書は一旦あの個人攻撃じゃなくて、彼らもやらされてた部分があるでしょうから、全部暴き出して一旦開示するというのが新政権できたら第一歩だと思います。そこから信頼を取り戻して次に速やかに政策を取るという気がしています。廃止とか、あるいは共謀罪や特定秘密保護法を見直そうとか、これは確実に公約に入る。去年枝野さんという議論者が入ります。加えて私ぜひやりたいのは、森友かけ桜含めて公文書全部暴き出して開示したいんですよね。あの廃棄してるとかないとかあれ嘘ですから。あと役所でずっと勤務してたので絶対に嘘ですから。不都合な公文書は一旦あの個人攻撃じゃなくて、彼らもやらされてた部分があるでしょうから、全部暴き出して一旦開示するというのが新政権できたら第一歩だと思ってます。そこから信頼を取り戻して次に速やかに政策を見るという気がしています。